皆さんこんにちは、海のひとときです。先週の金曜日はどうしても天候と都合が合わず動画が上げれずじまいでした。先週の撮影も非常に雨が続く日が多かったんですが、なんとか強行して撮影をすることができました。今回の動画は次回に続く前編後編で分けた動画になっています。水中ドローンチェイシング M2 に GoPro Hero 9をつけて2つのカメラで撮影をしています。そのおかげかなんと今回、次回になってしまうんですが、非常に面白く今まで撮れた中で一番撮れ高があった映像になっています。今回前編後編と2編にわたる動画のテーマとしましては、堤防での泳がせ釣りになっています。以前ある堤防で夜に泳がせ釣りをしてシーバスのヒットシーンを撮ることができたんですが、なかなか暗くて見えづらい映像になってしまっていたと思います。ただ今回は非常に見えやすく、タイミングも画角も画質も忖度ない、問題ない映像になっています。この高部たちを捕食する魚たちが動画のところどころに出てきますので、8分30秒ほどの動画ですが、最後までぜひ見ていってもらえると嬉しいです。前置きが長くなってしまいましたが、ぜひ最後まで楽しんで見ていってください。ではどうぞ。まずは浮き釣りで高部を狙っていきます。その釣れた高部を今度は泳がせ釣りで泳がしていきます。高部は口が小さく目が非常にいい魚なので、このように苦戦をしています。ところどころ集まってくるこのしましまの魚は親ビッチャという魚です。仕掛けを少し変更するために時間をもらっています。その間このように高部を追いかけながら撮影をしてみました。おや、もう一度再生してみましょう。カンパチです。どうやら高部の群れを追ってやってきたそうですね。さて餌となる高部をなんとか釣り上げていきたいと思います。苦戦した挙句、やっと一匹目の高部が釣れました。
さてここからは少しだけ泳がせ釣りの映像をお見せしていきたいと思います。まずは岸壁で高部を泳がしてみます。ここでうっすらと見えるのが旗です。どうやらドローンに警戒してしまい、ヒットシーンまで撮ることはできませんでした。角度と場所を変えて高部を再度投入してみました。この後約1分半ほど見続けてもらえると、ある貴重な映像が撮れたので、ぜひ最後まで見ていってください。上手に群れの中に馴染んでいっています。ここで池江の高部が群れとはぐれてしまいました。